representing Canada, Elvis Stoiko. さあここからテクニカルプログラムのベスト3が登場します。カナダエルピシ・ストイコです。カナダのブラスール・アイスラーの応援も受けまして、テクニカルプログラム第2位、順位点 1.0。 さあジャンプ得意のストイコ、優勝を狙った演技。力のスケートといいますか、パワフルな滑りを見せる21歳。最大の武器は得意のジャンプです。今日は4回転ジャンプへの挑戦もあるかもしれません。トリプルルッツ成功、これは3回転。ジャンプコンビネーションは、あっと3回転半はやりません。トリプルアクセルを持ってくるはずでしたが、ここは予定外。4回転が出るとすればここ、3回転半、そして3回転。トリプルアクセルに切り替えてきました。93年昨シーズンの世界選手権第2位、前回アルベールビルオリンピックでは7位でした。3回転半、トリプルアクセルを持ってきました。フリーの演技ではテクニカルプログラムと違いまして、それほど厳しい規定はありません。例えばスピンは4回やることなどという決まりはありますが、比較的自由です。トリプルフリップ、いよいよ最後のパートに入っていきます。ブルース・リー・ストーリーからサウンドトラック版で音楽を使っています。トリプルサルコー、これも決めました。
大歓声の中、カナダ現在第2位のエルビス・ストイコ演技を終えました。6種類の7つの3回転ジャンプを持ってきました。4回転ジャンプにはトライしませんでしたが、しかし質的に非常に高いジャンプの連続。この後に現在3位のキャンデローロ、そしてさらに1位のウルマノフといった選手が続きますが、その前にここで得点で大きくリードしておきたいエルビス・ストイコ。このハーマルのリンクは去年の10月ピルエッテン国際大会で常に経験済み、その時に優勝しております。さあトリプルアクセルを見てみましょう。前向きの踏み切り、鮮やかに決めたトリプルアクセルに続いてのコンビネーションです。さすがにジャンプ得意のストイコです。21歳カナダニューマーケットの生まれ、リッチモンドヒルに住んでいる学生です。趣味は日本の空手、それからモトクロスというこのエルビス・ストイコ。世界選手権では銀でした。欲しいのは金メダル。ここで後に滑る実力者たちに高得点で差をつけておきたい、そして待ちたいストイコです。レベルの高い演技が続きます。この男子シングルのフリー演技です。場内あちこちにカナダ国旗が振られています。さあまもなく得点が出ます。テクニカルメリット出ました。 5.9 がずらりと並んで 5.8 はわずかに2人。これまでで最も高い得点が出ました。カナダエルビス・ストイコ高い技術評価を受けました。ダグレイ、ミシェルレイという2人のコーチ、目に涙が浮かんでいるようです。そしてアーティスティックインプレッション、こちらは少し下がりました。やはりジャンプの技術は上回りましたが、芸術点は少し低くなった。しかしこの時点でストイコ20人滑ったところでトップ、第2位ペトレンコ、第3位ブラウニング、第4位ボイタノと続きます。